Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. おめでとうって。パパおめでとうって。うわ。お上手。お上手上手。できるようになったやん。もうちょっと。頑張れ頑張れ。頑張れ。いけ、大手行こう。口よ。そんなってんで。イエーイ。おめでとう。おめでとう。ありがとう。どうもしのです。かめやです。パニックモンキーです。イエイ。ということで、今日はね、まあ、報告事が2個あるのかな。2個。うん、まあ、報告事が2個あるんちゃう。とりあえず。で、まず、一つ、まあ、二個、まあ、もっと細かく言ったら四つあんねんけど、まず一個目は、指カッターで切って、もう人差し指動かへん。今。どうでも。もう、ほんま、こんなんやから。マジで、パンパンに腫れてる。で、もう一個が、首が3日前ぐらいからずっと痛くて、横向けへん。もう、ボロボロ、ほんまに。もうここまでしか向けへんから。うん。で、そんな状態で、今日迎えました。3月27日、これ何の日でしょう。皆さんならわかるかなと思うんですけど、僕の25歳の誕生日です。ありがとうございます。これがね、3つ目の報告で、まあ、4つ目の報告はまあ最後の方にしようかなと思ってるんですけど、とりあえずその3つ目の報告の誕生日ということで、まあ、今日焼肉食べに行って、で、ケーキ食べて、で、まあまあまあ、まったりと過ごしました。で、とりあえずその、かなやんは僕にプレゼントがあるということで、じゃあ早速、せっかくだからまあ動画回そうということね。で、なんか、うっちーはうっちーで、なんか考えてるらしい。誕生日プレゼントは。何すんだよな。あ、なんか頼んだけど、間に合わへんから、また別の日に撮るわって言ってたから、何なんかなって俺も思ってんの分からへんねんけど、まあなんか考えてくれてるらしい。全然遅れてるけどな、誕生日。うん。これ見て分かるやろ。遅れてるから、お前。ほんまにほんまに。間違えてるで。ほんまにな。ってことで、もう早速じゃあ、誕生日プレゼント渡す？行く？ちょっと俺もうワクワクしてんねん。はい、ありがとうございます。ちょっと僕もね、立ったりもできるので、見させてもらいますね。あ、これは、言ってたやつですか？違います。また別？変えた。あ、物を？うん。じゃあ早速開けさせてもらうわ。あ、紙が被ってんねんな。おー、なるほどなるほど。何色なん？黒と？黒と縁が茶色。明治時代みたいになるやん。何？はい。これはまあ営業カバンって感じやな、言うたら。まあ普段でも使えんな。うん。普段でも使えるようなまあ営業バッグ。可愛くない？可愛いな。中身がどんなんなんかによるなこれな。だいぶ幅広いから多いかもしれないです。パソコンも入る。パソコン入らん。あ、こっちか。ここや。あ、そうやな。パソコン入れるところもありのやな。ここにパソコン入る。まあ、見えへんわな。この中身こんな感じで、ここがまぐちでね。パソコン入るところもありの中も収納めっちゃあるやん。うん。これは大きいな。中の収納欲しいからな。で、外側もポケット収納と。ちょっと今服装ダサいけど、ちょっと一回持ってみようか。どう？いいや。いい感じ？ちょっと待って。そうやったな。ちょっと待って待って待って。マジこれ。動かへんねんけど。あれ？でももう狭すぎて前後しかできんから。しかも顔も何もつらへん。いやいや、ありがとうございます。ってことで、かなやんからのね、誕生日プレゼントはカバンと。で、じゃあなんでカバンなんかと。そう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 。これがまあ4つ目の話ね、これちょっと避けさせてもらいますね。これがまあ4つ目の報告になるんですけど、まあ今現在3月27日で、この動画が上がってる頃にはもう多分4月超えてるんやけど、4月1日からなんとなんと僕初年一応社長です。一応社長みたいなもんです。社長、いや、まあ社長っていうな、あの呼び方は間違えてる。親方っていう呼び方になるんか、その辺ちょっとよく分かってない。正味もう英語もわからんから、一人親方っていうのかな。一応まあリフォーム会社を経営するっていう形で、まあリフォーム業ね、これからね僕一人でやっていくと
いう形でね、まあまあ、YouTube 以外にそういうちょっと挑戦というか、んだね、不安いっぱいやけどな。正直。うん、不安いっぱいやけど、やからこそ面白いやん、人生って。いらんことするのが楽しいやん。ほんまにほんまに。そんな俺、無理やね、向いてないね、サラリーマン。まず。もうなんかほんまいろんなこと、いろんなことしたいのよ。やからこその YouTube やし、やからこその、独立っていう形。で、ちょっとね、4月1日からね、やらせてもらいます。多分ね、僕の、地元のね、なんていうのかな、リスナーさん、視聴者さんとか、まあ、いると思うんよ。おる。おると思うよ。その、まあ、うちの会社の人とか。ああ。は知ってると思う、いると思うから、まあ、いずれその、まあ、新聞やら何やら多分わかるかなと、思います。うん、まあ、それはね、楽しみにしててください。ということでね、まあ、報告としてはこれぐらい。まあ、実際いろいろはね、俺も紹介したいのは、勝ったインパクトであったり、サンダーであったりとかは、まだ見せないんだけど、それはまた別動画で見せましょう。ではな、仕事風景みたいな動画は基本撮らへんから。そういうのは。その仕事作業中の動画であったりとか、そういうのは一切撮らへん。し、会社名も別に言わん。なんでかって、本名即バレするから。そう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 。調べたら出てきちゃってさ、本名即バレするわけやん。さすがにだるいから、それは。そこまではしやんねん。YouTube とやっぱまあまあ仕事とプライベートでも言うたら、俺ちょっと分けながらね、YouTube と、まあその独立と、まあ開業事業やね。をちょっと分けながらね、僕の中でやっていこうと思ってますので、まあその辺はちょっと線引きをしながら、皆さんには伝えません。はい。まあ、せやねん、そうだから独立するにあたって、もちろんこの4月スタートで、お金ってほんまないのよ。もういやらしい話。ないな。TikTok ライブで投げ銭していた？みんな。待ってるわ。数年でも。うん。こびていくから俺。まあ、その、独立するにあたっての営業カバンと。さらにね、まあ、今回誕生日プレゼントで、カバンもらって、これは何プレゼントやったっけ？形としては。企業祝い。企業祝いやな。まあ、企業する前に、全然前に、こうでもおてんけど、カナヤンから企業祝いってことで、僕の大好きな、ドゥドゥン。ポロラルフローレンの名刺ケース。これも、神戸に旅行行ってな。神戸に旅行行って、神戸のやつバーっていろんなポロラルフローレン見に行って、結局大阪戻ってきて、大阪で買ったから。もうほんまに何がいいやろ何がいいやろっていろいろ考えて考えてさ、やっぱ俺はこういう色がいいなっていうので、中赤。派手派手。こういうね、どう？可愛いやろみんな。今回の報告としてはその二つ。基本的には大きい。報告は二つで、その指切ったっていうのと、首のそう、ここの筋痛めて、ほんまに、ほんまに痛いっていうところ。この二点がほんまに報告したかったことで、あとはね、かなやんからの誕生日プレゼントはこういう形で、まあ誕生日ね、仲良く過ごしましたよっていう報告です。で、あとは、うっちーからのね、誕生日。何がもらえるのか、どんなことをしてくれるのか、もう僕は楽しみにしております。まあでもあいつのことやからそんな面白くないやろなと思ってる。うん、正直な。正直なんか大したことないことすんねやろなって。俺は散々おもろいことしてんけどな。考えたよな、あの時な。懐かしいな、お前。うん。花火な。花火ケーキの中に突っ込んだり、すね毛でネックレス作ったり、伸びると思ってたのに全然伸びへんし。ちなみにそのすね毛のネックレス作った後のもうすね毛ボーボーやからな。もうボーボー。俺の25年が1年で戻ってるからな。1年かからず、半年やわ。うん。ってことでね、まああんまりしまらへんけど、どう？頑張っていきます。そうやな。とりあえず頑張っていこう。それだけやな。少年かなやんは、頑張っていきます。まあそんな感じでね、僕らこれからも頑張っていきますんで、皆さんね、どうか応援の方よろしくお願いいたします。これからね、何卒、より一層ね、応援の方よろしくお願いします。ずっとね、チャンネル登録も伸び悩んでるんで。はい。本当に400人いかんとずっとこう言ってるから。398から395の間ずっと言ってるから。ほんまに。そんな感じなんで、まあこれからもね、末永く、応援の方よろしくお願いします。押してください。ってことで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあね、バイ！パパ、誕生日、おめでとう。